せーの。さあということで今回は9人超人気曲です。9人超人気曲です。まあね、霊能がいる村ということで普通の村人になりました。身分を確認してください。さあ頑張るか。どんな感じになるかな。霊能西大盤面とかっていう、まあいわゆるねオーソドックスな盤面になるような気はしないでもないんですけど、どんな感じになるかな。まあね、村人としては基本的にはやっぱりこう黒塗りをされないようにしていかなければいけないなっていうところですよね。占いの人たちの、まあ、占いの邪魔にならないようにだったりとか、極力やっぱり自分は村人なんで占われないようにした方がいいわけなんですよね。本来なら占われずに黒い人を占ってもらって、占い結果で黒が出るような動きをする、そこに一直線に向かうことが一番いいわけですね。ということで頑張っていきたいと思います。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。7番のプレイヤーは発言してください。あれ戦闘バッターですね。いいですね。そうだな。2次場面だった時っていうのは霊能ローラー釣り切りたいと思ってて、っていうのは占い師の審議を進めたいから、蓋の扱ってる間に霊能の占い師の審議ってつけられるので、っていうのでまあ霊能に関してはローラーしたいっていうのは、まあ超人気村って基本的に占い師の点数間違いなかったら勝てるのでっていうことですね。僕ね、本当に僕って思考ロックしたらほんまに沼るんですよね。僕ってだいたい沼考察しちゃうんで、盤面とか考察とか、ただ盤面だけで例えばシーン追っちゃうとかそういうことせずに、考察とかでもしっかり発言していきたいなと思ってますっていう感じかな。そうです。8番発言してください。ボス、オラゴク、オラも基本的には、まあ、22番面になった時に霊能者のローラーっていうのはしっかりこう完遂をしていきたいなって思うタイプではあるんだけども、ただ一応やっぱり霊能の精査っていうのもしっかりしていかなきゃいけないんじゃねえかなっていう風に個人的には思ってる。で、あともう一個個人的にすげえ思ってるのが、パッションであってもこいつ黒いこいつ白いっていうのははっきり言ってもらった方がオラはいいと思ってる。っていうのはやっぱり例えば人狼陣営だったとしたら、人狼が相方の人狼に向かってパッション出してこいつ黒いなっていうのはなかなか言えねえと思うから、そういう意味でも黒白っていうのはがっつりつけた方がいいんじゃないかなと思ってる。で、一応7番については今なんか特に色落ちはねっていう感じだ。2周目しっかり考察してっから、みんなよろしく。9番発言してください。はい、村人陣営しおりません。7番さんから始まって、まあ7番さんに関して色落ちはないですが、僕7番さんトップバッターでいいねって言ったのがすごいええと思って、先頭バッター先頭というか、最初の発言がいいんやって思ったんですけどねこれ軽い雑殴りっすね。まあ7番さん8番さん相対的にレールをしたいっていう感じでしたかね。そうっすね。まあ僕進行論というかちょっと持論がまあ結構あるんすけど、まあ22だったらまあ僕も別に霊能ロラで全然いいんすけど、まあ21番面になる可能性もまああると思うんであれなんですけど、まあ21番面ってみんなグレー詰めするじゃないですか。その場合ってまあ大体多分占い対抗って人狼出てると思うんですけど、そうだね、もし人狼さんが人狼を囲ってた場合って、まあ初日21番面のグレー詰めって絶対人狼釣れないんですよね。だからまあ例えば4番さん5番さんが追地に上がってたりしてするが、その場合無駄な村の殴り合いになる可能性が高いんじゃないかなっていう風な可能性を追ってますね。だから囲い結構みんな弱いっていう人結構いるんですけど、まあ、囲いするメリット多分初日は絶対釣られないっていうメリットがあると思うんでね。で、初日もし仮に狂人も釣られずに人狼も釣られずに行ったら7人番目、まあグッチョブ起きない限り7人番目になるんで、いきなり村人4人外3っていう結構普通に人外有利な盤面になるんでね。なるほどね、確かに。なんでまあ初日僕、まあ、グレーが行く時っていうのは狂人そうなとこ取りたいなと思ってて、まあ狂人さんっていうのは人狼さんが実際囲ってるか分かんないし、グレーにいるかも分かんないから、多分勝手に黒くなると思うんですよね。あ、人狼さん釣られてやべえと思うからね、というふうに思ってますね。だから僕はもしグレーが行く場合は狂人目のとこ取りたいと思ってます。まあ21だった場合ですけど、22だったら例の行きますけどね。以上、1番発言してください。はい、おはようございます。占い師で8白です。把握お願いします。ありがとうございます、まあ、9番さん途中まで聞いてたんですけど、話長かったかなっていう風に思っていて、あとね、まあ囲いが発生するんであれば、村しか釣れないっていうのも、まあ分からなくもないんだけど、であれば、まあ、2周目だったり盤面が固まってから考察っていうのを9番さんにしっかり伸ばしてほしいなと思っていて、まあ、7番さんに関しても特に色落ちっ
っていうのはしてないんだけど、占い師星座を見定めなければっていうふうには言ってたんだけど、例えば占い師、新占い師、例えば蜂が役であれば僕神が入った時に星座っていうのができるのかなっていうのが懸念材料かなっていうふうに思ってます。うん、なるほど。なんか今のこの今の触れ方の17ラインっていうのはなさそうな気がするね。どっちつかずの触れ方だったから。2番発言してください。はい、お願いします。どうす、まだ1番さんしか出てきてないんだけど、なんか偽っぽいなと思っちゃったかな。なぜ、なんかグレーの触れ方がなんか本当に占い師で黒探す気あるのかなと思ってしまった。1番さん、9番さんの話が長くてどうなの、何なの分かんないけどめっちゃ偽だと思ってる今1番さんを。なるほど。ね、あ、9番さんに言っとくと、まあ、2、1番面ででも絶対老老学位をしてるって決まってるわけじゃないから、黒がいなかったら強靭するのは分かるんだけど、最初から強靭を狙いたいっていうのがちょっと分かんないかなと思ったかな。9番さんに関してはまずは黒じゃない、でグレーに黒がいなかったら強靭目が老老学位もあるから強靭目を狙うっていうのは分かるんだけど、そこはちょっと9番さん引っかかった点かなとか、そういうのが1番さんから何も聞けなかったから、めっちゃ1番さんは偽だと思ってます今。まあまあ言ってることわからんでもないけど、別にそこまでそこってかな。7番さんは、あ、でも9番さんの7のね、トップがトップバッターでなんか良かったみたいな、なんか7番さんのその変な発言は俺も気になったから、そこの視点は良かったかなと思ったんで、そんな感じぐらい。以上です。俺は今のところ2が黒いけど。3番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。ランダムシロ9番です。ランダムシロ9番です。今の2番さんの発言であれば、まあ21の時に、まあ、片白だ先でもつるっていうような思考として考えたらいいのかなと思ったんですけどね。囲いが入ってそう、もしくは強靭っぽいっていう意味で、そこが人外だと思ってるんだったらそこつってもいいんじゃないっていう考え方でいいのかなっていう。ちょっと違うだろそれも。そうだな、まあ、7番さんは本当こう色落ちがしないかな、ただ要素として覚えておきたいのは思考ロックしたら沼るっていう発言かなとは思いますけど、ね、それが白要素とも黒要素とも取れないけれども、8番さんについては、まあ、パッションでも色付け大事ということで、そういう方法で何かしらこう何て言うかな、見つけれるのであれば、その違和感っていうものを八幡さんの言葉で言ってもらえたら、それはそれで大きな情報になると思ってる。任せろ。ここも色付けとしては難しいけど、まあ、若干村っぽいのかなと思ってるから、あんまり一八郎郎っぽくはないのかなと思ったっていうところかな。現状この人が黒いなっていう人はいないですね。から456にいる可能性が高いのかなと。だからこそ後ろに白を打ったのかなっていう風に見ているかな。それぐらいかな。カリドについては、あの、なんだっけ、平和にはタスライド、カリド基本出なくていいっすよ、出ないメリットの方が僕は大きいと思ってます。4番、霊能が使用したら出てもいいんじゃないか。発言してください。はい、お願いします。CEO ないです。そうですね、占い師の真偽先触れると 3H はある意味でフラットかなって感じですかね。1番さんに関してのその何なんか、自分が噛まれた場合の8番さんが白で、1番が噛まれた場合の8番さん役職だった時の懸念はどうするのってよくわかんない突っ込み入れていたんだけど、それが全く意味が分からなかった。1番さん噛まれたら対抗の占い師をローラーして自陣が連れてるって精査をしていって、1番さんが心境ローどれなのか地神したのかって精査をするだけなので、そこでどうなのっていう、誰に言ってたんだっけ、9番さんだっけな、8番さんだっけな、ちょっとそれを覚えてないですけど、その指摘がよく分からなかったですね。で、その1番さん俺も若干偽っぽく思っていて、2番さんがそこにすぐ指摘したから2番さんが白いなと思っていて、でも2番さんが1番さんと別陣営で、2番さんが人狼で1番さん死んだとしたら、そこで突っ込めれたら占い地に入ってしまうから、2番さんが1番さんとつながっていて、あえて身内で切ってるのかなっていう発言かなと思ったんだけど、2番さんが偽ならね、1番さんが偽ならね、
でもそしたらすぐ3番さんが占い出てくるから相対的に1、2、2、3はつながってないような気がするので2番さんは相対的に今のところ最白かな、もう白って言いますね、白いと思ってるんで。で8番さんに関してはあ悟空だなって印象しかないです、すいませんいえいえ、ファッションの話してたんだけど悟空だなってイメージしかさせなかったです。全然ありがとうございます。むしろ清和さん何回言ってたんだよな、清和さん何回言ってたんだよな、ちょっと忘れちゃったな。7番さんに関しては俺印象が非常にいいですね、白か黒かではないですけど非常に印象がいいです。一発目でお一発目いいじゃんっていう精査発言、その後自分でわざわざ思考録したら沼るっていう発言を人外ではあんまりすると思えないから7番さんは非常に印象がいいです。2周目だと思ってます。占い師の審議は悪い意味でフラット、6、4で3番の方が審議かなって感じ。以上。5番なるほどのプレイヤーは発言してください。はい、役割使用させていただきます。開示したいっていうことであれば7番さん一周回ってから、しますね。7番さんの印象はついに沼らないでほしいなって、思考力して沼らないでほしいなと思いました。8番さんは、ヨバさんも言ってた通りファッションかな、でもあんまり極は似てないと思いましたちょっと似てたかな。9番さんについては持論がすごく長かったかなっていう印象。9番さんは何だろう、教授うんぬんかんぬん2、1番面での強靭っぽいところをついたり、まあ、それは2番さんが指摘していたんですけれども、そこまでんって思っちゃいました。黒いと思ったら釣ればいいんじゃないっていう。であと3番さんが2番さんに関してなんか違う話をしてたんじゃないかな。え結局2番はあの黒いと思ったところを釣ればいいんじゃないっていう話だと思うんだなだから片白でも釣るっていうその話はしてなかったと思う。それは3番さんの箱目だと思ってる。そうだね。うん、1番さんは、2番さんも指摘した通りちょっとなんだろう、臭いなとは思った。1番さんのそのじゃあ俺がうんた噛まれたらうんたらかんたらって言ってたから、若干占い師基本的に、狼で出る場面が多いと思うんだけれども、1番さんのその発言で強靭面もあるのかなと思った。若干1、2世っぽい。で3番さんについてはなんだろう、だから気が後ろに白を打ったのかちょっとよく分かんなかったかなっていう印象、あと3番さんの2番さんに対しての勘違いで、4番さんと2番さんに対する色の見方は同じ、2番さん現状白っぽい、他についてはまだ分からないけれども、っていうところかな。正直、グレーの中で 2時点で4の順でまともに見えてる。3の方は若干締めかなっていう印象。6番のプレイヤーは発言してください。はい、どうも9分の6陣営です、よろしくお願いします。1、3占いもろもろ把握しました。5番さんもなんとなくよくわかんないけど把握しましたっていうところで、そうっすね、なんかいろいろあるんだけど、 9が言ってた村同士戦うんじゃねえどうのこのっていうのも分かってて、それに1番目の話で、まあね、俺からしたら、8中が霊能じゃないんであればワンチャングレーで行っても全然いいんじゃないかなというふうにも思っております。霊能らしなくてもね、別に霊能しっかり見極めるっていうのであれば、でクロスの部分が、囲いがあるかないかっていうのは次の日見極めで、見極め、まあいいや、なんとかすればいいと思ってるしっていうのと、個人的に2番さんと4番さんがめちゃくちゃ頑張ってて、なんだろうな、狼さんってめっちゃ頑張るんだよね、じゃあ2番さんと4番さん狼なのかっていうと、まあそう分からんけど、のが一つだから、別に何だっけ、8番が言ってた思ってることを言うっていうのは全然いいと思ってます。はい、8番さん個人的に悟空のモノマネをしてて嘘をついてるから、なんかねその声色精査ができなくて、すごい俺的には、なるほど、あの色が全く見えない、確かに多分何日経ってもわかんねえんじゃねえかな、あのシャツ渡されたらって個人的に思ってる。なるほどねってところですか。占いに関しては率直に印象でいくと3の方がしっかりした占い師っぽいなっていう感じがする。後半であればどうのこうのとかっていう、なんかいろんなラインを考えてたりとかしてねって思ってます。7番さんはちょっとあの最初だったから全く分かんないのと、2番さんと4番さんがすげえ頑張ってるなっていうのがあるので、ここにどっちかに狼がいたら、まあ、頑張ってどっかしらに黒塗りしてくる可能性もあると思ってるし、まあ、白いなら白いで全然いいんですけど、2種類の7番発言してください。2番さん4番さん白で置いてますっていうのは、9番さんの発言で、気になったんが、初日囲いが、なんて言ったっけな、初日囲いがじゃあ強靭めのあるとこ2、1番面だった時って、強靭、あ5番さん役解除お願いします。初日囲いがあたかももう初日
発生 OK です。はい、ごめんなさい OK です。はい、発生するかのことようなこと言ってて、なんかもうそれで強靭目、あの段階で強靭目から釣りたいって、だってさ、俊一学校が8000先輩もあるからさ、それって狼やる方釣った方が良くない？って9番さんに思ったから、だから2番さんの指摘ってむちゃくちゃ的確で、で、1番さんの噛まれ気にも全然わからんし、俺。それ俺言った方が良かった、そこまで言わんとダメで、2番さんは白く見たら4番さんも私は白く見っていうのは、4番さんは僕に別に印象いいって言ったわけじゃなくて、 2番さんをの色を見るっていう、2番さんは白っぽく見えたっていう4番さん視点が僕と一緒だったから、っていうところかな。現状1さんに関してはどっちも新芽がないっていうのは妥当だと思ってます、はい、っていうのは3番さんの発言でおかしい、特段おかしいっていうより9番さんが臭い発言してるかなと思ってたから、うん、初日囲いがあるかのように、初日にもそれ前提で、初日囲いを前提で強靭のあるとこを釣りたいっていう発言してるんかなって思ったから、まあこういう場面になっちゃったっていうのもあるんかもしれんけどね。で6番さんに関して 2番さん4番さん頑張ってるから狼もあるんじゃない、それは精査じゃないよ6番さん、だからグレーの中やったら6番さん釣りたいかなって現状思ってますという感じか。1番さん3番さん頑張ってね、どっちか進化知らんけど。8番発言してください。そうだな、なんかさっき6番のやつが言ってた、なんかこの声で喋ってるとその声色精査ができねえっていうのは、なんか今言われて初めて、あ確かにそうかもしんねえなって思っちまった。なんかそういう意味ではみんなごめんな、なんか申し訳ねえ。でと一応1番と3番についての評価というかなくてさ、精査については今んところなんか2、3、4、5、6、3は関係ねえな、2、4、5あたりが言ってたこととほとんど変わんねえ。ほらもうなんかそのかまり1系はどうのこうのっていうのはなんかよく分かんなかったなってのが正直ある。で9番に対してのそのなんていうんだ、最初にその囲いがどうのこうのってことを言っておいてからの強靭を釣りてっていうのは、まあ確かにその7番の言うこともありっちゃありなのかなとは思うけど、だけどそのなんていうんだろうな、その人狼陣営を減らしたいっていう風な考えをするっていうところに関しては9番の言ってることって別におかしくねえんじゃねえかなっていう風にオラは思っちまった。っていうのが9番が言ってたのは、例えば占い師が4番、例えば3番占い師が4番に対して白を出してたとして、3、4の囲いが発生してるとしたら最初からそれを見切るのは難しいから、だったら他のところにいる狂人を釣った方がいいんじゃねえかっていうことなんじゃねえかな。なんかそれに対して2番と3番あたりからなんかそんなに言うことなのかなって正直オラは思っちまってる。そこから考えるとちょっと6番のやつとオラちょっと考え方に行っちまってんなってところがあって、仮に1番の人1番の占い師が出てきてるけど、これが例えば狂人だった場合、これが一発目いきなり強靭で出てきてる場合に、2番4番が例えばローだった場合はこんな感じの精査になってもおかしくねえんじゃねえかなっていう感じが正直オラとしてはしちまってる。そういうところで見ると今オラは2番と4番のやつをちょっと黒目で見てるっていう感じだな。で1番と3番で見たら3番の方が白いとオラも思ってる。なんでちょっとみんなの考察聞きながらどっちするか決めるぞ。9番発言してください。8番さんはなんか最後どっちか決めるぞと言ってたんですけど、あれなんかな、占いから行こうとしてんのか。違う。もうちょっと気になったな最後の発言が。まあいいや。そうっすね。まあ正直なところ、だから結局2、1番目なんですよねこれ。まあ2、2の方が楽なんですけどね。ほぼほぼ強靭が出てきてるからね。精査する必要ないと思ってるんで、ね。2、2、1か。2、1な。まあかっこいいからとしたら3番か。じゃあ3、8か。結果が、あ、1、8か。ごめん。3が9で1が8っすね。ごめんなさいね。把握漏れですね。まあ、あるとしたら1、8だけどな。別にそんな風にも見えんかったけどね。まあ、僕がなんでそう、強靭味を釣りたいか。まあ、でも7番さんと2番さんの指摘は真っ当なんですけど、だ結局、強靭、まあ、この盤面だからこそ言えますけど、強靭さんっていうのは人狼分かんないわけっすよ。どこにいるか現状ね。囲ってるか分かんないしさ。グレーにいるかも分かんないから。だから勝手に黒くなると思ってるんですよね。勝手釣られようとする強靭さんもいますんで。で、僕的には人外をもう減らしたいんですよ。7番さんが言ってましたけど、8番か言ってたの。ごめん。人外を減らしたいんですよね。この盤面。だから別に強靭を釣っても人狼釣っても一人外釣れることは変わりないからっていう話ですね。で、占い師に関しては、やっぱり正直皆さんが言った通り、坊さんに芯が見える、芯が見えてて、1番さんって関しては、僕のまあその長々と話しすぎたから、ちょっとまあ聞いてなかったのかもある。のかもしれないですが、僕の終わった後での触れ方がかなり僕に対する触れ方が雑すぎたなっていう風な印象でしたね。なんで、まあ、2番さんが結構触れたんでね、それぐらいの、まあ、1番さんぐらいしちゃったそれぐらいの精査もあったらよかったかなっていう風に思ってるんで1番に背に見てますか、ね。ただグレー位置に現状黒いとこがいないのがちょっと難点かなって感じで、スイッチがちょっと悩んでますね。俺は24めっちゃ黒く見えてるけどね。のプレイヤーは発言してください。はい、2周目ですね、お願いします。
いやもう1周目からバンバン延長かかる村田ですね。すいませんでした、申し訳ない。ね、8番さんが、24怪しい視点を持っていて、うん、1を2000に持つ視点があるんであれば、17っていうのはどういう風に思ったのかなっていう風に思ってるから、あなた強人ですかってちょっと思ったかな。17知らないけど、はい、うん、まあ、9番さんかこれあるのかどうかって言ったら、なんかそこまで、まあ、あの今日の1日目は、3をローの軸で、交差しますね。多分1強だな、まあ、2番さん、うん、まあ、1が偽かな。いやもう率直な感想で9番さん長えなって思ったし、なんか1周目って別に僕あんまり色落ちどこまで行ってもしないと思ってるから、なんか1周目発言聞いてどうこうっていう精査を2周目残さんといけんっていうのために2番さんが言ってるっていうのは分かるけど、1周目聞いて24は釣り位置じゃなくって、で7番さんっていうのも2番さん4番さんを村っぽいなっていう風に発言残してるから、7番さんっていうのはローっぽくないから、たあの3番さん軸で探せって言われても結構難しくて、単体で怪しいのは6だと思っていて、6っていうのは24、1の方が偽って言ってるのにかかわらず、なんか占い神経をしっかりつけなかった印象ですね。俺は6釣りたいと思ってます。以上です。今日っぽいな、やっぱり。いやでも24どっちか黒いると思うんだけどな俺。はい、お願いします。そうグレーで行くとしたら俺も6なんだけど、めっちゃ9を釣ってみたい。9の色を5番さんに見てほしいと思ってるけどな。なるほどな、確かにそれは分からない。3、9はある気がするんだけどな。俺最初にまあこの発言だから1番さんしか聞いてなかったら1番さん偽っぽいと思ったけど、全然3も進歩さ全然俺感じれなかったんだけど、あ、まあ出ときますけど、仮です、仮。じゃあ4か。普通に3級ローの1進8強陣に見えてるんだけど、今日グレーから釣らないとダメなのかな。まあグレーで行くなら俺6番なんだけど、9を俺は釣ってみたい。はい、そんくらいです。以上。え、そんな俺強陣に見えるのプレイヤーは発言してください。まあ9白なんですよね。僕4、6どっちか釣りたいなと思ってて、で1番さんが6番さんを釣りたいなって思ってるのであれば、まあ、考えるかな。理由なんだけど、4番さんは一番最初に占い精査、悪い意味でフラットっていう風に言ってるんだよね。ただほぼ1の指摘がわからないっていう発言で終わっていて、でフラットであるのであれば1番さんに相当する僕の気になる要素っていうのがあるはずなんだけど、その発言がなく、かつ6、4で3が真っていう最後、それフラットじゃねえじゃんって思ったんだ、ね、うん。で、6番さんについては、なんていうかな、まあ、全体的によく分かんなかったんです、言ってることがですね。頑張ってるから狼っていう理論はよく分からないし、っていうところかな。いや、なんかふわっとしてたけど分かったけどな、一応。ふわっとしてたけど。だから4、6話を聞いて、より黒いなと思った方に入れたいなと思ってる。多分2番さんへのツッコミとして、多分僕の説明が悪かったんだと思うけど、9番さんの前提は狼の初日囲いが発生している前提だったわけだよね。で2番さんが9番さんに対して狼目があるところを釣りたい、釣ればいいんじゃないのっていう話、かつ9番さんの初日囲い前提であるのであれば片白も含めて釣るっていう、そういった結論になるんじゃないのかって話。つまり2番さんが今9番さんを釣ろうとしている行動のことだ、僕はそのことを伝えようとした。2番さんでそういう思考の持ち主なんじゃないのかなっていうことを伝えただけなんだ、7、8あんまり狼っぽくないと思ってるから、1、6のライン切りか1、4かで見るか。いやマジで、いや俺強人だと思うよ、占い師出てるのどっちか。発言してください。はい、1番さんの発言を聞いたときに1番さんやっぱ偽かなと思ったけど、今の3番さんの発言聞いて3番さん偽かなと思っちゃいましたね。まず9番さんに関しては、今2番さんが9番さんの色を見たいって言っていたんだけど、俺9番さんの強人だけはないかなって思った。9番さんが強人だとしたら22番目の方が楽なんだけどなって言葉は単純に出てこないと思うから。で普通に1番さんの発言までで考えていたのは18ローの6強人、もしくは16ローの1強人、186の3人外かなと思っていました。
6番さんがグレーで24が頑張ってるからどちらかに狼っていう星座、8番さんが24が白っぽく見えてるからどちらかに狼の星座。言ってないよ。どういうこと？違うよ。で7番さんの指摘はごもっともだと思いました。6番さんの後の7番さんね、星座じゃないんですよね。頑張ってるから狼ってそれ精査じゃなくなっちゃうから人狼ゲームでなくなるんだ、なくなるんで、その精査をされるんであれば俺6番さんな何言ってんのって思っちゃいました。1周目はね。で2番さん彼非常に残念だと思っていて、グレーから出たのはいいんだけど2番さんが彼が一番非常に残念です。一番最初から飛んでいたんで、うん、やっぱ悪い意味でフラットだよね。だって3番さんの2番さんの1周目の触れ方があまりにもおかしかったのと、時間がなかったからあまり触れなかったのと、それで1が6釣りに押してるから 4?3 番さん目線 4?1 番さんを狼として見てんの ?3 番さんって。でも俺も7番さんがあんまり狼見えてないから、6番さん、消去ほど6番さんなんだけど、2周目発言聞いてないけれど、俺8番さんくせえなと思ってんだよな。その理論はどこから来たのかなって思って、9番さんは巨人だけはないと思っていて、9番さん釣ってワンチャン黒なら3球だと思ってるんですけど、6番さんの発言聞きます。以上です。5番のプレイヤーは、まあ、俺は24白いから発言してください。いや9は釣らないでしょ、曲がりなりにも片白だし釣らない、釣らないでしょ。裏返しについては正直どっちもなんか相手の片白の囲いとか、あんのかないのかも言ってないし、相手をどう見てるのかも正直、1は言ってたけど、っていう感じ。いや、4黒だろ。3番さん、ライン見るとすれば、71で6釣りをしてなかった。7番さんは6番さんの24、どっちかは、ワン人狼いるんじゃないかっていうので、そしたら71も見えてくるんじゃない ?3 番さんが7番さんを、なんだろう、覗いた精査っていうの私はちょっとってなったし、で言ってることまともなんだよな4番さんって。初日の1周目まともだったし、ただ4番さんが2123はどっちもないって言ってたけど、片方が強靭だった場合はあるんじゃないのってちょっと1周目思ってたんだけど、このグレーの中で釣りやすいところといえば現状6番なわけですよ、発言内容的には。でもあんなこと言わねえだろ人狼。こんなに釣りをされてるのは いるのかなって思ってしまいましたけどね。クマさんの話聞いて4-6どっちかに入れたいと思ってます。4-6どっちかに。4でしょ、4だよ、こんな感じかな。片白についてはめっちゃ白いとも正直思わないですね。発言内容で言えばまだ若干私は1の方が2戦目には見えます。6番のプレイヤーは発言してください。はい、すいません、後半の位置に24がなんだらこうだらっていうことでもうめっちゃ批判食らっちゃってます。はい、1番さんにも釣り寄されて、3番さんは1番さんローで置いてるからあんまり俺のこと釣り寄せれないけど、でもでもとりあえず釣りたいし、4、6って言ってるしよくわかんないし、どっちなんだろうなって。4番さんは8、6あるんじゃねえかって言ってるし、3球もあるんじゃねえかって言ってるしよくわかんない、いいんじゃないかなと思ってる。5番さん1人でしょ、2番さん変態声しないで5守りゃいいんだよ。でグレー4、6ならどっか釣られるでしょ、でみんな村っつってんだから白しか出ないでしょ、4番も7番も俺も白しか出ないから。その場合占い師、俺はこいつが怪しい、囲いがないと思ったからこっちを占ったから、そういう余計なことしなくていいから8球絶対占って、クロス占いして、で白白、仮に白白と出た場合、初日俺が釣られる、または7が釣られる、または4が釣られたって全然問題ないわけよ。残った人たちがプロレスすればいいんだから、8球が白白だった場合戦えばいいんだよ。そうでしょ、真っ白じゃん。4番さんも村で俺白なんだ、8球が角白だったら4目線7黒なんだ、7目線4黒なんだ、はっきりしてんだよ。それでいいんじゃないかなと思ってます。めちゃめちゃ白いけど、はい、6番、囲いも合わないとかって言うんだったら、だから別に初日釣られたからって釣り押された人間を黒いかどうかって別にそこは分からん、8球の色が見れば分かる話だから、っていう風にやれば9番あたりが初日の1周目に言ったことに対して あのあれは大丈夫なんじゃない、喧嘩し合ってどうの、だから初日なるべく強靭を釣りたいとかさ、村同士だって初日釣られるから絶対釣られていけばいいんだよ、
結局狼っていうのは黒塗りする人間を残したがるかって思ってます。はい、七番さんは正直初日だし初っ端だし結局分かんない、うん、7番が4番を1に行ったら発言があるかもしれないけど俺は4か7どっちかに出ます。投票を始めてください。いや6めっちゃ白いじゃん、6めっちゃ白いって、ほらじゃないべ、明らか白いって、絶対4黒だって。でどっちだろうな、13で多分強靭出てんだよな多分、やっぱりてかやっぱ1番じゃないか、あーうんあーうん、あでもそうか、そのあれは崩れたんだったな。のプレイヤーが選ばれました。俺が思ってたのはちょっともう崩れてるからな、ちょっと夜のターンに説明しよう。4番のプレイヤーは発言してください。うん、そんな気はしてましたね。うん、釣られちゃうでしょうね。はい、まあいいです、絶対白なんで、これも投票結果から見てわかるよね。2番さんは彼だからいいけど、3番さんが俺に入れてんだよ。5番さんは俺の今入れると思ったけど、1番さんってさ、9番さんに入れてるのこれ強アピでしょ、絶対どう見ても絶対強アピだよね。俺やっぱり8番さん奥目だと思うな、臭いもん。8番さんの理論って白いところが黒っていう理論と、6番さんの石目の発言で頑張ってるところをわかめている理論が全くわからないので、それで人狼ゲーム成り立つんであれば正直人狼ゲームやらなくてもいいと思ってるくらいのレベルですね。6番さんが言ってるグレーどっか釣って8、9絶対やるなって、白なり黒なり出たら精査ができるっていうのはすら真っ当なこと言ってるんだけど、霊能近くで狩人が出てる何番面で私が噛まれるって懸念が全く6番さんにないところ、その発言を誰も拾ってくれなかったところですかね。6番さんと比較されて釣られたのがちょっと悲しいです。はい、1番さん完全に偽でしょうね。この段階で4、6、7のグレーに行かないで相手の片白の9番さんに行ってるのこれ強アピですから、絶対1番さんが強人アピールしてる狼かもしれないけれど、1番さんはほぼほぼ強人で俺ロックしてます。でも3番さん俺来てんだよね、だからどっちも信念ってやっぱり精査合ってんじゃねえかな。これ誰か潜伏いませんか、占い師。1さんどっちも信味ないっす、やっぱ精査してないと思ってる、どっちも占い師としての。やっぱ狼ですね、狼を釣りに来てるのかなって思ってますね本当に。まあ勝てると信じてます、5番さん頑張ってください。以上です。まあ多分4黒が出ますね、この感じは黒出ますね。とりあえず俺が言ってた、1番さんの、まあ、その9番さんが長すぎてどうのこうのみたいな発言に対して、あと9番の、黒囲いが発、白囲いが発生してる場合、囲いが発生してる場合に強靭釣った方がいいんじゃないのっていう、その人狼陣営を減らしたいっていうことに対して2番さんが突っ込んで、3番さんが突っ込んで、なおかつその2番さんを俺は4番2番さんのその意見を4番さんがぐいぐい押してるようにしか見えなかったんだよね俺としては。で俺は、その人狼陣営を減らしたいっていう感覚に対して、いやそれ違うだろうって言ってる2番さんに対して押してる4番さんだから、この 2-4 のどっちかに黒がいるだろうなっていう風に俺は考えたって言ってたんだけど、なんでか知らないけど 2-4 が白いから黒ってなんかわけわかんないこと言ってたよね。ちょっとね、それは言ってないぞ。まあ、何してもでも1番が強靭っていうのは実際そうだと思うんだよね、なんかそんなような感じが正直する。で1番強で占い師出たから後の人狼が役職を使用しなかったっていう風に考えるのが、まあなんか自然じゃねえかなっていう気がしてる。朝が来ました。でもそうすると3番が死んだから9は白ってことになるよね。昨夜は誰も死にませんでした。さあどうなる占い結果は。8番のプレイヤーは発言してください。ということでやっぱそうなるよな。俺も基本的にやっぱ4番黒だろうなっていうふうにやっぱ思ってた。でっていうのが、なんちゅうんだろうな、ちょっと昨日の発言にちょっとだけ戻るんだけど、あ、てかいいか別に、俺は白分かったしもういらねえな。じゃあ4番のラインがどこかっていうところを考えなきゃいけないってことだろ。で俺は基本的にやっぱ思ってんのが、1番のなんていうんだろうな、1番は強靭だと思うんだ。で強靭の1番が出ちまったから、その後の人狼が使用しなかった、役職出なかったっていうふうに考えるのが自然なんじゃねえかなっていうふうに思ってて、そういうふうに考えると6番は、2-4頑張っちゃうよね、だからどっちか黒だよねみたいな感じのこと言ってたところを考えると、まあ4-6のラインは違えんじゃねえかなと。でそうするとまあ4-7が黒なんじゃねえかなっていうふうにオラは思ってる。ていうか今日って占い師ちゃんと潰さなきゃいけねえって感じなのかな。占い師潰さなきゃいけねえんだったらオラは1番行こうと思ってるって感じかな。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。1番さんの言うと1番さんがすごい強靭臭くは見えるんですけどね。1番さんの9投票って3球で見てたってことなんですかね。
うん、3番さん、じゃあ3番さん4いってんのか。まあ3、4の身内切り？いやー、でもよ、どうなんかな。3番さん6釣られると思って4入れたけど、まさか4釣られたとかいう、そんなオチもあんのかなって思ったりはしてるんですけどね。でも一教授に見たら三振だしな。まあ今日占いかな。どうやろう。三四の身内切りというか、それも追えなくないっすけどね。でも一番教授だと思うけどな。まあでも行くなら一かな。以上。というか、カリウドすげえな。どこ守ったんだろう。発言してください。はい。まあ、俺釣りでもいいけど、3で方法を終わると思っていて、まあ、3が強靭だったっていうことを考えるんであればね、あれば7の方が相方だと思うけどな。俺結構6番さんの 2周目の発言聞いて、 6番さん全然6っぽく感じなかったから、しっかりと精査落としてたことない。で8、9番さん多分どちらかの強靭いると思うんだけど、まあ、いるんであれば3で終わるんだけど、あと3本でしょ。だとすれば6、7の精査っていうのをした方がいいですよ。僕を強靭って置く視点があるんであれば、今日僕釣って、まあ一応ね、一応あの3が強靭視点の話を落とすけど、3がまだか、まあ僕釣って、あ、そうか、僕釣ってそうだね、あ、どっちにしろ6、7精査っていうのは絶対するべきだと思いますよ。8、9番差がもう白確定なんだから。4番差うまかったな。4黒なんだ。俺6番差っていうのは昨日の2周目聞いて俺釣りたくないなって純粋に思ったから、うん、純粋に思った。いや俺精査すげえ良かったかなと思ってたよ。4の相方、まあ、6っていうのは7入れてるからね、4、6っていうのはワンチャンあるかもしれないけど、精査として4が6に入れてるし、そんな、なんか4、6っていうのは追えないから7かなって思ってます。以上。そんな感じ。2番そんな感じのプレイヤーは発言してください。はい、まあ占いは絶対ローラーします。まあそれで終わると思ってるけどね。一部サム教授だったら別に片白に黒出したらいいんだから。なるほどね。なんか教授ないと思うから13ローラーでほぼ勝てると思ってるけど、まあ13で終わらなかったらまあ67の精査頑張ってください。まあほぼ1で終わると思うけどな。まあ、ワンチャン6が釣られる流れだったから3の身内切りも全然あるけど、絶対に1さんはローラーしますよ。だから俺がもし噛まれても明日終わんなくても明日絶対3は釣ってね、そっから6、7精査すればいいからね。よし。はい、以上です。まあ今日は1から行こうと思ってます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。はい、1番さん釣ってください。ほぼ1、4ローラーだと思ってますね。3の2周目そんなに黒いとは思わなかったから、4、6で考えたら2を落としたいなっていう思考でしたね。まあ一番差を占った理由はごめん、あんまりクロス占い以外の理由はないです。かな。あ、5番さんになんか言われてすごく心外だったので一応言っとくよ。なんだっけ、対抗の白崎に触れてないし、いや僕8番さんに対して村っぽいっていう精査残してるし、1番さんの相方って発言をしているわけだから1番さんを狼で見てるっていう風に取れないのかなって思ったから、発言の意図を汲み取ってほしいなって思ってます。1番さん言ってください。5番、さあ問題の5番さんどうぞ。のプレイヤーは発言してください。3番さんごめんね謝るわ、ごめんね。4で黒が出てる。で1番さんっていうのはかなりなんだろう、破綻してる発言してますよね。8、9にどっちか強靭がいて、で4黒の相方どこかな、あれそしたら1番目線3番って何になるんだろう。1、4で終わるんじゃないですかね、多分終わるんじゃないですかって思ってしまいました。
うん、投票行動から見て6白でしょ、6が黒だった場合、でもワンチャン46、そしたら1面で3って3が強靭ってことですか。いや1で終わるんじゃないですか。うん、6は白で見てる、グレーだったら7番さんかなって思うけど、そんなに狼要素取れてないから、うん、1に行きます。41ローなら9強かな、9強のプレイヤーは、なんか白出されちゃったから出れなかったみたいな。山田さん黒だったね、ここはさ、びっくりしたね、俺4に入れてないからね。うん、46だったら7に入れればいいんじゃないのって思うよ。あと場面4と6なんだから、俺わざわざ7に入れたからね。別に取られてもいいやと思ってたから、うん、まあ考察してないのゲームとかどのこと言われたけど、やっぱ全体的に信じてもらえるのが強いでしょ、スムラの人間っていうのは。結構4番さんがね、1番さん今日で追い始めたんだよね。強靭だったらね、隠し色作りに行くかな、クロスでって俺思うんだよね。なんでかこう6と7を戦わせようという風にも感じられるし、無難に占い行けばいいんじゃないかと思ってます。終わんなければね、7番さん、お互いがお互いだからねって思えばいい話だし、はい、お疲れした。お疲れした。7番のプレイヤーは発言してください。まあ視点的には6番さんと一緒かな、1、3いって終わらなかったら6番さん目線も1、3いって終わらなかったら7。すっごく簡単な話ですよ。でも俺ね、4番さんと思考がね、4番さんは8、9に狼がいるんじゃないのかって言っててさ、俺も4番さん白いと思ってさ、4番さんも俺のこと白いって言っててさ、俺って人狼の思考やったんやなって思いました。いや分からんよ、4番さんが村っぽく、あ、俺めちゃくちゃ4番さん絶対どっちか黒出しても絶対4番さんに黒出した方偽やと思ってたから。だから5番さんが4、6だけだときって、え、4あげる？と思ったんやけど、いや俺の思考って人狼思考なんやなって怖いなと思いました。はい、まあ別に投票的にも4-7ありますよね。まあ別にまあ別にそこ追われるのはまあ当然かなって、だって僕4釣りたくないってほんまに思ってましたから。まあこれで1、3やったら僕の今喋ってる時間も無駄なんで、まあ1、3ローラーしましょう。っていうとこかな。はい、じゃあ1番さんから投票します。投票を始めてください。いやマジ4、7だと思うわ、俺。すげえ思うわ。ほらじゃないべ。だって7番さん最初の発言なわけでしょ？一番最初の一発目でさ、7番さんローだったらさ、なかなか占い出れないでしょ、さすがに。だってそうなったら相方に白出すぐらいしかさ、なんか無難な方法なくなっちゃうんだよ。のプレイヤーが選ばれました。それはないと思うんだよな。後の方占い師出ましょうかぐらいの話してたとしたら、なかなか難しいところですよね。1番のプレイヤーは発言してください。まあ2番さんが言ってた論なんだけど、まあ、強靭だったら8に3番さんが強であれば、あ、黒打つんじゃないって言った論っていうのはあんまりちょっとしっくりこんかったけどな。いや、まあ、4がローか、村なのかっていうのは巨人して分かんないかもしんないけど、そこで黒結果を出せば破綻になるから、釣り先っていうのは絶対黒先になるからね。まあ3釣って終わるとは思うんだけど、で僕が4につながってる場合って絶対6投票しか、6投票一択です。はい、で今日の発言で6白いって言わないですね、村っぽいって言わないです。はい、明日さん言って、ほらやっぱそうだよ、1強の47ローだってこれ絶対。やっぱね、のったんの言ってることはちょいちょい当たりますよ、ちょいちょい。なんかあの1周目終わった段階のね、夜が来ました、目を閉じてください、24どっちかいるだろうみたいな、24黒いますよみたいなね、で24で思ってて2番に狩人出たから、あ、なるほど、じゃあ4番が黒なんですねみたいな、でも4番が狩人出てたら2番が黒なんですねみたいな感じだから、それどうなのってなるけど、まあでもな、そうだと思うけどな普通に。俺だって3番は別になんか今日黒っぽくねえもんな別に。
まあでも1周目ちょっと微妙だったか。でもなんか今の一番の死に方が神っぽくない感じだったよね。神っぽくなかったよね。とりあえず神目取れなくてごめんねみたいな、いや神取れなかったがみたいな、結局疑われちゃったがみたいな感じの発言なかったしさ。もしそれだったらね、1番が神だったら、いやマジ3番黒なんだけどなみたいな、3番強なんだけどなみたいな発言があってもおかしくないと思うんだよね。って考えると1番は強ですね。やっぱり1強の47ロー、もうこれでしょ、もうこれでしょ絶対。多分3番が強あたり7番占ってるから。昨夜死んだのは5番が死ぬんだ。ああそうかそうか、そりゃそうだな。5番、なるほどね。占い結果見せても一緒じゃね。そう、それあった意味、神の6番。7白、じゃあ6か、6か。発言してください。はい、3番さんです。3番さん見て俺黒ってことでしょ。そう、8、9白だから、うん、3黒か。でも白打つってことは、くそ外した。3が神経で7で、3がローだった場合、3がローなのに、わざわざ1つってここで7白って言ってくるっていうのはないから、ねえ、わかる？8番さん、9番さん、皆さん、3ロー軸で考えたら白打たなきゃいけないのか、黒打たなきゃ。でも初日黒つれてる時点で結構きつくない？これ勝てんでしょ、ほぼほぼ。うん、だから7番さん目線っていうのは俺黒確定したんでしょ。まあいいや、こんな延長してもしょうがないでしょ。とりあえず3番さんいきます。7番のプレイヤーは発言してください。うん、まあ今日何が何と言おうと3番さんに行きます。あの3番さん、あの5番さん、8番さん、9番さん、2番さん、もう3番さんが何を言おうと3番さんに投票でお願いします。まあ3番で分かってか、多分やけど3番で終わるっていう前提の話をちょっとしちゃうんやけど、4番って絶対釣れんかったと思うんやけど、ごめん。だからライン切ったんかなっていうの、多分それで2番さんって3番さん行ってると思うんやけど、うん、かなと。もうコイン追加するのもったいないんで、まあ3番さんで終わるかなと思ってます。以上。8番のプレイヤーは発言してください。そうだな、やっぱちゃんと3番行かなきゃいけねえかなっていう感じだけど、なんかあれだろっていうことは、あのもしこれ3番釣って終わったら、1番死んだったってことだろ。なんかそうするとなんかすげえ、なんか1番のやつに申し訳ねえなって気持ちでオラいっぱいなんだけどな。とりあえず3番行って、ただでも終わんなかった場合は6番と7番の精査しなきゃいけねえってことだろ。と一応、1日目の2週目、1日目の2週目の6番の発言はむちゃくちゃ白かったと正直オラも思ってる。でまあなんかもしあるんだとしたら、まあ47なんだろうなっていうふうに俺思ってたんだけど、でも3番がもし死んだったら7に白出してるわけだし、なんかすごい頭おかしくなってきてるから、とりあえず3番いって終わることを俺はものすごく願ってる。9番のプレイヤーは発言してください。なんやろねこの番目。だって1が死んだ時ってさ、もう初日なんで急投票なのって思いません？それかも。それもあるし、3、まあ仮に3ローで4ローだったら、なんで3番さん4行ったのかなっていうのもあるしね。まあ多分もしかしたら3、4ローだった場合って、多分4番さんが釣れないと思って、それで新名勝ち取ろうと思ったら、まさかの4番さんが釣れちゃったみたいなやつ。まあ1年3、僕初日にも言ったかもしれないですけど。でも1強陣に見えるけどな。急投票が意味わかんなく見えるんですけど、僕的にはね。って感じやけどね。でも3で終わらんくて6、7と言われても分かんないですね。1死んだったら、じゃあ3が死んだったら、7、4、6、6? うわー、なんだこれ。2番、そうなんだよ。のプレイヤーは、めんどくせえよ、そうなったら。急きょ死んかな。3釣ります。昨日の3の発言聞いたら、1より絶対3釣りだったと思うけどな。めっちゃテンション下がってたから絶対人外だと思って。相方ライン切り失敗したのか、強靭でご主人釣っちゃってテンション落ちてるのか、どっちか分かんないけど、はい、まあ今日は3釣ります。はい、3で終わると思うけど、終わんなかったら7かなとは思っちゃうかな。はい、今日は3釣ります。
絶対3釣ります。なるほどな、3強で見たらってことか。はい、村の人は3に合わせてください。以上です。適当に白出せばいいんだもんね。3番のプレイヤーは発言してください。テンションが下がったら人外説って初めて聞きました。7番さんは7たりゆうなんだけれども、あの最後の発言で俺って狼の思考だったんだなって思った、怖いなって思ったっていうのがなんていうかな、こう違和感でしたね。なんとなくわかる。逆に理論を使いたいのかなって思って占ったけど白だった。で、あの投票を見返してほしいんだけど、あの46ローローだったから6番さんが7投票することによって投票行動的に白くなろうと思ったって言われて、46欄が提示されてる以上どっちかが釣られる運命は変わらないわけだから、だからこそ4は6に投票し、6はあの他のところに投票することで白くなろうっていう思考を持ったっていうところかな。まあ安定で僕を釣りたいっていう、まあそういった目線は僕がもらうなら確かにそうするかなと思うけど、まあたまにはさ、たまにはビシッと芯を決め打って勝ちたいって思わないかい。みんな6番釣ってください。っていうところですね。だって初週から1番さんに設定ずっと言ってたじゃん。2番さんのテンション下がったから人外説以外は、っていうところかな。6番釣ってください。 あともう一個、あの強靭だったらクロスで黒飛ばさないっていう話なんだけど、それは違って1強靭視点4が狼っぽいって思った時には黒打てないよ。その場合って安定で黒先が釣られ1の2世が発覚して牧神進行が始まってしまうからね。その思考は違うなって思ってますよ。はい、1強4、6ローです。6番さん投票お願いします。投票を始めてください。まあどっちみち強靭はね、まあ最悪釣れてるという状態なので、これでね最悪 1,3 どっちかで今日は釣れるということなので PP になることはまあないと。で3番ローだった場合は2番の言ってた9強っていうのが濃厚ってことなのかな。3番終わんのかな。あ、終わったわ。終わったわ。あー怖。ゲーム終了。村人の勝ち。いや怖いわ。怖いわ。3、4ローか。いやー難しい。9、9、やっぱ今日の1シーン。1番さんごめんなさい。はい、ということで、なんとかまあ勝ちは勝ちだったんですけど、ものすごく、まあ、ミスリードというか。ポンコツな思考をね頑張ってしてましたね。何が1強の47ローやと。残念でした。はい、ということで皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。何が1強の47ローだよお前と思った方はぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。